はようございます。お食事をお持ちしました。失礼します。朝食のお支度をいたします。何でしょう。やはり見ていたのですね。気がつきませんでした。いえ、あの場合はあれでいいんです。誰かに見つかったとしても、私一人ならいろいろ言い訳ができますから。中に入れるかどうか調べてました。はい。前までマッシュルームの栽培場として使っていたと本社の人に説明されましたが、今は建物が老朽化して危険だから近づくなと言われてるんです。マッシュルームは光を当てないで作ります。推測ぐらいしか。この先は私をパートナーに選んでくれたらお話しします。あの建物はいつも庭師のゲオハルトが見張ってるので、近づくときは注意してください。ええ、昨日は珍しく姿が見えなかったので、私も行くことができたのですが。お食事の支度をしてよろしいでしょうか。では。お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。仕事ですから。今年で3年目です。4人の中では一番長くいます。はい。ドクターは、その
どんな印象を持たれたでしょうか。でもみんななんて言わないでくださいね。どうぞお召し上がりください。お祈りはしないのですね。今日は日曜日です。このあと祭壇の間でミサがあるのですが、よろしかったら参列してみませんか。お待ちしてます。ドクター、いらっしゃったのですね。もうちょっと待っててください。司祭様が来たらすぐに始まりますから。ドクター。ボンジョルノ。トマトにも弱いよ。よう、珍しいな。ん？こりゃひでえ格好だ。ネクタイもしねえでミサに出る気かよ。日本人ってな、どこにでも同じ服で顔出すんだな。お待たせいたしました。それでは本日のミサを執り行います。これはこれは、ミサへご参列いただけるとは。はい、この私がミサを司ります。
どうしました？そうですか。では本日のミサを。はい。そうですね。昼過ぎまでは。ドクターはミサには出ないんですか？
んも服のボタンとか外れちゃったら遠慮なく言ってくださいね。そのくらいお安いご用です。任せてくださいね。Thank you.
ところでドクター、日本には何か気の利いたジョークはないかね。そうだな、私から言わせるとイタリア人のジョークはもう一つ深みが足り、イタリアのはむしろジェスチャーで笑わせようとするからな。ドイツ人と日本人とイタリア人の兵士が連合軍の捕虜になった。彼らは拷問を受け、作戦の機密を話せと迫られた。だが最後まで何も喋らなかった兵士が一人いた。それは誰だと思う？なぜだね。申し訳ないドクター、どうやら日本人にジョークの話は無理だったようだ。さあ話題を変えて食事を楽しもうじゃないか。